というところで本日もですね、プレゼント企画の方をやっていきたいと思います。毎週ですね、火曜日土曜日に、こういったねプレゼント動画、上げておりますが、今回もですね50名の皆様に宝石プレゼントしていきたいと思います。ですね、このプレゼント動画、続けてやってまいりましたが、あと数回やったらですね、一旦区切りをつけて終わりにしようかなというふうに思っています。その後はですね、また違う企画をちょっとね考えて皆さんにね楽しんでいただこうと思っていますので、そちらのね、プレゼント企画終わった後の企画も楽しみにしていてください。というところで本日プレゼントする宝石はこちらの宝石になります。というところで見せていきますが、はい、ザザーっと見せていきますが、はい、こちらの宝石を今回プレゼントいたします。ですね、この、YouTube チャンネルでも何回もご紹介している宝石になります。はい、今回プレゼントする宝石の名前はパライバトルマリンというね、トルマリンを、皆さんにプレゼントいたします。で、いつものパライバトルマリンと何が違うのかというところなんですけれども、今回のパライバトルマリンは全てアフリカ産のパライバトルマリンになります。はい、アフリカ産ってなると、少しね色が薄いなんてね、イメージ持たれる方多いと思うんですけれども、今回のねアフリカ産のパライバトルマリンは、その中でも結構緑が強いパライバトルマリンになります。そしてですね、透明度がとっても高くて、とってもこうねクリアで美しいパライバトルマリンなので、こちらをですね皆様にプレゼントしたいななんていうふうに思います。はい、こちらのパライバトルマリン、なんと50名の方にプレゼントいたします。まあですね、パライバトルマリンは世界三大希少石の一つに位置される宝石で、その中でもですねすごい人気が高い宝石ですね。比較的ですね昔からある宝石なんですけれども、ずっとずっとその人気は衰えずですね、今でもパライバトルマリンのファンっていう方はね結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。それぐらいですね、もうストレートにその魅力が伝わるというか、まあ、本当に見て綺麗だなって思わせるような、そんな魅力のある宝石でもあります。今回はパライバトルマリンをご紹介いたしました。というところで、プレゼントの応募方法なんですけれども、この動画の、ね、説明欄概要欄に、プレゼント応募はこちらっていう、ね、URL 貼ってあります。そちらの URL をクリックして、今から言うキーワードを、飛んだサイトの備考欄に一緒に入力してこちらに送ってください。まあ、詳しくはですねサイト飛んでいただいて、そのサイトの説明をよく読んでご応募いただければいいななんていうふうに思います。そしたらですね、キーワードを一つ発表させていただきます。キーワードはアフリカ、キーワードはアフリカです。こちらのキーワードを、サイトに飛んでいただいて一緒に書き込んでこちらに送ってください。どうしてもねプレゼント応募のやり方ね、間違えちゃう方が結構いらっしゃいますので、サイトに飛んでいただいて説明読んでいただいたらわかると思いますので、そちらねお気をつけください。というところで、あさっての6月18日木曜日にライブ配信を行っていきます。そちらのライブ配信ではですね、なんと宝石プレゼント企画220名と過去最高の人数でやっていきますので、皆さんそちらのライブ配信も楽しみにしていてください。本日はここら辺で終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。さよなら。